無音クリック。3段階速度カーソル切り替え。3つのデバイス同時登録。そして省エネ。あると便利な機能が盛りだくさん。美しさと快適性を備えたイーグレットプリティワイヤレスマウス。紹介します。見てください、こちら。本番来ます。よーい。カメラ兼、音兼、役者兼、よっ、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。はい、こちら。まず見てこれ。近未来感がめちゃくちゃ漂う、見たことがないパッケージ。はい。まずはタイプ C、USB ケーブル。で、注目していただきたいのは、これくらいのちょうどいい長さと、コードが細長いこと、イーグレットとロゴが入っております。そして、取説。こんな形で、完全日本語対応となっております。付けますと、こちらでございます。今回はこちら、監督が厳選ポイント、こちらのテーマで紹介していきたいと思います。まずですね、企画開発が女性の方で、女性目線からのマウスでございます。ただこのね、ガジェット的な機能に関してはめちゃくちゃすごいので、そういった部分を特に集中的に紹介していきたいと思います。まず1つ目、見た目から分かる通りおしゃれなデザイン、イーグレットという種類で出ております。現在3種類出ておりまして、カラーデザインもそれぞれ出ております。で、今回はプリティという機種です。はい、こちらジェルネイルをコンセプトに、軽やかな光沢コーティング、透明感のある模様、美しいマウスとなっております。ちなみにこちら3色展開にして、こちらは萌え木というカラーです。続きまして2つ目、接続方法は2通り Bluetooth と無線レシーバー両方に対応しております。まず Bluetooth 接続、旧仕様の Bluetooth 1.1 から最新の 5.2 まで全ての客に対応しております。接続2つ目、楽々接続 USB レシーバー。本体を見ますと、ここにレシーバーが入っております。こちらをパソコンや接続できるタブレットなんかに入れることによって簡単に接続することができます。3つ目、環境、お財布に優しいマウス。充電できるマウスということで、煩わしいコードはありません。マウス単体で接続できます。本体内部 500mAh、内蔵バッテリーが搭載されております。通常稼働時の消費電力は、なんと、わずか 10mAh。例えば、1日8時間マウスを使用しても、約2ヶ月使えます。すっげえ。ちなみに、充電方法は、この先端の部分ですね。こちらに差し込みまして、バッテリーを充電することができます。乾電池と比べまして、約、なんと250分の1、コスパが良すぎ、素晴らしいです。4つ目、静かな環境に最適。無音クリック。まずは、聞いてください。言います。あれ？カチッという音がほぼ聞こえない。こちら、消音ボタンマウスです。例えば、図書館や会議室、早朝深夜の作業、場所や時間を選ばず、作業をする方におすすめなマウスとなっております。クリックには違和感はありません。もうこれはもうぜひ手に取っていただきたいんですけども、問題なく、ちゃんと沈み込みます。誤作動や必要以上に押してしまうことはなく、ちゃんとマウスとして右クリック、左クリックできます。5つ目、3つの場所でワンタッチ切り替え。一般的なマウスは、マウス1つに1つの接続先ですが、こちらなんと3つの接続後、同時に登録することができます。Bluetooth が挿すと、レシーバーが1個です。で、この切り替えなんですけども、物理スイッチ、アナログです。こちら、ここにボタンがあるんですけども、こちらを切り替えることで、3つ変わっていきます。めちゃくちゃ簡単で使いやすい。クリック1回ですぐ切り替えできます。例えばタブレットですとか、Bluetooth、パソコン、こちら3つ同時に登録することができますので、それぞれの環境で使い慣れたマウスで操作することができます。6、カーソル速度、3段階切り替え、1000、1600、2400。この3つ切り替えることができます。ボタン仕様でして、表面の一番下、こちらです。DPI と書いております。ちなみにこの3つって何やねんって思う方ですね。まあ、簡単に言うと、フル HD 以下の解像度の方は少ないやつで、ちょっとした動きでこうやって連動する。画面が 4K くらいになると、1000だとあまり動かないので、動きやすいようにする。というイメージです。7、省エネ、2段階、スリープ設定。バッテリーをより長く使用できるように、消費電力は低い部品を選定。スリープモードは2段階。スリープモードは自動的にかかります。スリープモード解除は、マウスを動かすか、クリックですぐ解除ができます。5秒間で浅いスリープモード。30分経つと、光学センサーが休止し、深いスリープに入り、そういった時に、こちら、マウスカーソルを動かすか、こちらでスリープが解除できます。8、ワンクリックでデスクトップ移動。こちらですね、イーグレで出してます3タイプのマウスの中で、この機種しか付いていない機能となっております。本体ですね、こちら、真ん中にあるこのボタンですね。デスクトップのマークが付いているかと思うんですけども、これをワンクリックを押すだけでデスクトップに戻ります。例えば、ワードやエクセル、インターネット、たくさんのウィンドウを画面に出している時に、あー、デスクトップの余白がないって時に、このデスクトップボタンをポチッと押すことによって、ウィンドウをすべて最小化。めちゃくちゃ便利なワンクリックボタンが搭載。これね、なかなかない
よ。いちいちね、こうやって探して消す、×ボタンやったり最小化したりしませんか？それがこのマウス解消できます。無音クリック、3段階、カーソル切り替え、3つのデバイス、同時登録、そして省エネ、紹介させていただきました。女性目線につけたマウスと言いながらも、使える特徴や機能は、もうゴリッゴリです。で、今回紹介しましたのはこちら、VT というですね、シリーズなんですけども、その他にですね、2つのタイプがあります。まず、心躍るポップなカラーと、色が変わる水玉模様が特徴な LED ライトマウス、ハッピー。そして、優しい色合いと、マットな質感、雫の形、曇りを感じられる、プリティ。そして、今回紹介しました、ネイルアートが特徴的な、プリティ。というシリーズとなっております。このマウスなんですけども、ヤマダ電機、ヨトバシカメラ、ビッグカメラなど大手の家電量販店でも取り扱っております。実物を見てもらってもよし、インターネットで買う方は 5% オフクーポンが概要欄から進んでいただきますと使えますので、ぜひこの機会に今お持ちのマウス変えてみてはいかがでしょうか。外出だけなどで使うサブマウスとしてもおすすめですので、興味がある方はご覧ください。このチャンネルではですね、監督がうわこれはすげえ、おこのガジェットやべえですとか、提供していただいた案件動画などを中心に動画投稿をしております。興味がある方はですね、ぜひ概要欄をご覧ください。ガジェットなどをまとめたものもあります。監督ラムの監督でした。また次の動画で会いましょう。セカンドマウスとして使い倒します。マウスを紹介させていただきます。そして丸いです。保証書グラディエーションカラー、水玉模様の水玉模様のスリープも美しさそう、美しさそう美しさと。